ここは滋賀県米原市にある飼料処理用タンク中継槽。襲われた後、このタンクの中に生きたまま投げ込まれ命を奪われるという恐ろしい事件が起きました。犯人は捕まりましたが、容疑を完全に否認しており、今もなお冤罪の可能性を指摘される事件です。ちなみに犯人と被害者は不倫してました。それではどうぞ。2009年6月12日、滋賀県米原市の汚泥タンクで、同県長浜市今川町の会社員小川典子さん、当時28歳の遺体が発見された事件で、県警米原署捜査本部は19日深夜、交際していた上司森田重成、当時40歳を逮捕した。被害者の小川さんは6月10日午後8時頃に退社する姿が目撃されたのを最後に消息不明になっていた。妻子ある森田は以前から小川さんと交際、最近は交際をめぐってトラブルになっていたという。あまりに残酷な方法で命を奪っていたことから、二人の間に一体何があったのかを明らかにすることが命題であった。森田と小川さんは大手ガラスメーカーの下請け会社社員で工場で働いていたが、森田は事件の発覚した12日以降仕事を休んでいたことが判明。小川さんが親しい友人専用にしていた携帯電話の履歴などから、森田が事件前に小川さんと会っていた疑いが浮上。19日朝から任意で事情聴取するとともに米原市内の自宅も捜索した。逮捕後森田に問い詰めると容疑を完全に否認した。森田は発見現場の近くに妻と小学生の2人の子供と住んでいた。近所の人たちによると、休日に川で子供とカニ取りをしたり、家族で買い物に行く姿がよく見かけられていた。勤務先は離れており、車で通っていたが、現場の汚泥タンクは自宅から 2、3キロ。勤め先でも真面目な仕事ぶりだったという。物静かで温厚な感じと職場の関係者は述べたが、時々夫婦喧嘩のような声が聞こえていたという。小川さんは10日午後8時頃に退社後、会社前で人を待つ姿が目撃された。その後12日に汚泥タンクから遺体で発見。死因は汚泥を喉に詰まらせたことによるもので、後頭部を鈍器のようなもので襲われた跡などもあり、その汚泥タンクからは凶器とみられる金槌も発見された。またタンク周辺には靴、マスカラやタバコなどが散乱しており、小川さんは激しく抵抗し瀕死の状態で汚泥タンクに投げ込まれていた。森田が第一に疑われたのは不倫相手だったということもあるが、午後には退社をしておりアリバイがなかった。森田は女性の遺体が発見された翌日の13日に、窓が割れたりルームミラーが折れたりしていた自家用車の修理を自動車販売会社に依頼していたことが判明。後に依頼を取りやめ、そして森田の車の助手席と左後輪内側ブレーキドラムから小川さんの血痕が見つかった。これらが決め手となり森田を逮捕にこぎつけたが、肝心の森田は犯行を一切認めようとはしなかった。森田が全面否認を貫き、動機が不明のまま裁判員裁判に真相解明が委ねられた。捜査関係者によると、決定的な直接証拠があるとは言い難い状況という。地検側が公判で森田の破損した車や車内から検出した小川さんの血痕などの証拠を積み上げ、客観的に犯行を立証できるかどうかがポイントとなった。現場も汚水タンク付近と特定。検察側は証拠により特定したと強調する一方、凶器や具体的な動機については公判立証の問題があるとして詳細は明らかにしなかった。一方森田は6月19日の逮捕段階からやっていませんと容疑を否認。取り調べに対しほとんど黙秘を通し、取り調べ時には雑談にすら応じなくなっていた。大津地裁で行われた勾留理由開示の手続きでも、やっていないものは本当にやっていない、取り調べで人間の面を下鬼などと侮辱され、
精神的にも肉体的にも疲れ切っていると述べた。そして裁判開始。森田の車のブレーキドラムにあった血痕についてであるが、約1ヶ月前、小川さんの足の傷からついたのではないかと弁護側は説明。検察は不自然で信用できないと否定し、後輪の近くで被害者が頭部を殴打され血が飛び散ったと見るのが相当だと反論。そして動機についてであるが、検察は2人が互いの浮気を疑って責め合っており、感情が突発的に暴発し事件を起こしたと述べた。また事件後に小川さんとのメールをこぞって削除しており、森田は証拠隠滅を図っていたとも指摘。弁護側は森田が犯人ではなく第三者が小川さんの命を奪ったと主張。しかし現場に性的に襲ったり窃盗の形跡がなく、犯人の強固な意思が見て取れることから第三者による犯行の可能性は低いと判断し、森田以外に犯人がいるという弁護側の主張について抽象的とのことで退けられた。そして森田に下された判決は懲役17年求刑無期懲役の実刑判決。量刑理由について裁判長は、交際相手によって命を奪われた被害者が絶望感を深めたとし、汚泥タンクに投下する行為は被害者の尊厳を無視した非道な行為だと厳しく非難。後半における森田の言動についても、被害者の名誉を損なう発言を繰り返し、遺族の神経を逆なでする弁解に終始したと述べた。一方、凶器は小型の金槌で、危険なものとは言えないことから、犯行は突発的なものと認定。交際中に繰り返された激しいやり取りで、森田がやり場のないイラたちを募らせたことを考慮し、身勝手極まりないというにはためらわれ、家庭環境も考えると強制困難とは言えないとして有期刑を選択した。戦術したが、森田は近所では優しい子煩悩な父親として通っていた。近所の20代の主婦は事件のことは信じられないと話していた。森田は妻子がいる身でありながら小川さんと交際していたが、裁判でもその事実は認めようとしなかった。しかし職場ではバレバレだったようで、二人が交際していることは噂になっていたという。森田がよく利用していた自動車修理会社の従業員も、2年ほど前から小川さんと二人でよく一緒に店に来ていたので、交際していると思っていたと話している。森田が一切犯行を認めず、動機についてすら語らず、そもそも不倫の事実すら認めなかったことから、冤罪説も一部では噂された。というのも、事件が報道された際、森田が犯人であると世間に広く印象づける初期報道の多くが誤報だったことが明らかになっている。マスコミも裁判所も森田が犯人であると決めつけてから公判に臨んでいたような傾向があったのは否めない。現場の状況から、森田は相当な返り血を浴びているはずなのに、車にもそのような証拠はなく、また前科もない森田がこのような残忍な方法を選択するかということも疑われた。とはいえ、鈍器で襲い最後は汚物タンクに投げ込むとは、相当な恨みがないとここまではしない。小川さんの絶望はいかほどだったか。不倫は誰も幸せにならないというが、まさに地で行った形となった。周囲にバレていたことからも、いつかしっぺ返しは来る。不倫するくらいなら最初から結婚などしなければいいのだから、悪いことはしないようにしたいものである。